はい、こんにちは、今時刻はですね、ちょうど2時30分ぐらいになるところですね。あ、じゃあ、ウグイスの方、法華経なんていう声もね、聞こえてますけれども、今日はですね、こちらですね、有名なんじゃないでしょうかね、山田線ですね。山田線の朝霧市駅でございます。右が大志田で、左が久坂井という駅ですね。こっちが、盛岡方面ですね。で、こっちが、宮古方面ということで。山田線ですね、今どうやら調べ、ネットで調べたんですけど、宮古より先に今は行くことはどうやらできないみたいです。宮古止まりみたいです。あと、上与那井っていうところの駅止まりが非常に多いようですね。で、朝霧市ということで、ここも有名な駅、秘境駅だと思います。周りなんですけれども、こっちは山の中ですね。こっち断崖絶壁です。何もありませんね。で、こっちも、特に何もない感じですね。で、山の中なんですけど、ちょっとあそこにですね、廃墟があって、さっき見たんですけど、どうやら小学校の、廃墟跡らしいです。ちょっとアブとか蜂が多いですね。ペッ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 。あー、止まる、バーブー、むしろ蜂が腕にですね、止まってきましたね。で、こちら、朝霧市大志田で、こちらが、そこ小学校あるんですけども、廃墟でした。で、ここ駅の、さっきですね、大志田行ったら集落あったんですけど、朝霧市ですね、こう集落跡があるだけで何もないんですよ。で、人が住んでるような気配ないんですけど、人が住んでる気配ないんですけどね、駅中入ります。そうすると、なんと1日5分も来るんですね。山田線発車時刻ということで、下りが宮古。宮古17時14分、19時30分、まあ夕方に止まると。で、朝6時42分、17時30分、19時50分。朝に来るということで、朝も乗って盛岡に行って、帰りですかね、5時から7時に帰るという、帰ってくるということですか。で、学生さんとか社会人の人がこうに夕方帰って、朝は6時42分に行くっていうような感じですね。で、多分人の動きはこういう感じなんでしょうけど、結構止まりますね。5本ありますね。で、大志田通過ってことになってますけど、12月15から3月15まで大志田駅及び朝霧市駅には全列車止まりませんって書いてますけど、冬に止まらないってことは冬に乗る人いないと。で、今の時期も乗る人は果たしているのかと。で、ここの駅なんですけど、集落が全くないので何のためにあるのか。でも5本も止まるので乗る人がいるのかなっていう感じはしますが、盛岡まで 1,2,3,4,5 駅で500円。でも5駅だけど500円。それだけ駅と駅の間隔があるということで、もう一って言うんですかね、これ僕は1140円と、宮古まで1490円、うんうん、結構ありますね。これ時刻表があって、ゴミ箱あって、駅の止まりますね。なるほど。で、これだけなんですね、ここは。ここはね、駅のホーム、こっち行きますけどね、なんもなくて、こっち駅ですね。で、階段降りてきます。で、階段降りても何もありません。これ以上先に進んでもですね、集落跡みたいのがあるだけで、他何もないんです。で、こっち宮古方面なんで、ちょっと戻ります。これ砂利道行っても何もないんで、すぐ戻りましょうか。で、板張りホームですね。板張りホームで、すごい趣ありますね。今は2時半だと3時間ぐらいしたら電車来ますね。5時30分だと14分かな。5時台に1本ありましたね。あ、いい、涼しい。いい風吹いてますね。結構駅長いですね、ホーム。確か2両編成ぐらいの電車しか止まらなかったはずなんですけど、なぜか駅の方は結構長いと。ただちょっとですね、ホーム付近最近クマを見かけたので注意してくださいって書いてあったので、ちょっと怖いですね。クマでないかな。さっきですね、そこの山のところでですね、枝登れるバキッバキッっていう音がしたんで、ドキッとしたんです、一瞬。だからクマかなと思ったんですね。一瞬クマかなと思ってドキッとしたんですけど、まあ、ね、なんとかクマにはまだ遭遇してない感じで、怖いですね、クマはね。肉食じゃないと思うけど、朝霧市、久坂井、大志田って。これ、ここしかないんですね。これ以上先に行けないんで。小学校跡がありますが、廃墟です。どうやら、集落があったみたいですね、当時。集落あったんですけど、小学校までだったってことは結構人がいたはずです。そう、小学校なんで。小学校ってことは結構人がいたんでしょうけど、もう、ですね、小学校も廃校になってて、廃墟。で、なんか村っぽいのもちょっと何軒かあったんですけど、それもなくなって、廃墟。で、全部廃墟になって、みんな引っ越して、駅だけ残ったっていうような感じですね。完全に飛行機になるべき線になったという感じなんですけど、1日5本も止まるってことは、大志田3本ですよ。朝霧市5本ってことは、結構止まる人いるのかもしれない。止まるっていうか、降りる人いるのかもしれないですね。ハイキングコースがトレンディングコースっていうんですか、
山登りに使うんですかね。でこの便所なんですけど、ボットン便所です。まあまあ綺麗ですよね。ここが入ってますけど、あとで買っていこうと思います。以上ですね。これだけですね。ここは以上です。大志田駅ですね。以上、山田線の大志田駅でございました。